獅子戸頼母による、明治4年の仮想図北新一刀流免許状武術、英明六古今比奈、日比谷家伝来館諸評林船橋,橋教建造書員、牧野孝之先生検証費日比谷健次郎専文は、ドクター林日比谷健次郎明治19年1月15日、または、日比谷健次郎は、送り縄、手へ直。家門は丸に違い高の羽根。 幕末の武蔵足達の総毛の合詞。北新一刀流の免許改伝。明治10年に加藤緑慶と共に、日本で最初の和独自書、和独体訳辞理を出版した。戸籍上の表記は、健次郎であり、健次郎の表記は、家系図や、自筆のサインなどに見られる。天保7年、武蔵国足達軍の幕僚淵江営小右衛門神殿に、日比谷たつと、 養子佐吉との間に長男として生まれる。明治19年1月没、福沢諭吉と同世代。日比谷家は徳川家康の江戸入府以前からの合詞であり、聖徳三年の小右衛門大名人演技によれば、現那二年に日比谷小左衛門が渡辺小右衛門らと共に小右衛門神殿の開発に当たっている。健治郎より五代前の勘十郎や奈の時代に分家し、 や号を山台と称した。淵江えの考えは、教法以降、三沼大用水桃園用水路の恩恵に預かっていた。法暦八年に、この末端のようアルミツ堀の春節をめぐって、隣接する村同士で出入りがあったという。その翌年、健次郎より四代前の二郎絵門提供が、淵江え子絵門神殿の壮大名主となり、以後代々、幕府の行政組織の一端を担う。 日比谷家代々の墓所は、足立区島根への安納寺にある。日比谷健次郎の家に帰職していた仙台藩の疫学者、獅子戸頼母が明治4年に描いた日比谷家の図面が残されている。南北約120メートル、東西約80メートル、三方が堀に囲まれ、南側の壁には矢様が描かれている。戦国の豪子の館の雰囲気を残している。 世の中が騒然となる幕末に、賢ロ郎は、安政三年十二月十五日に二十歳で、北新一東流の免許改伝となった。免許状が残されている。武術英名録の日の部には、土方歳三と並んで、日比谷賢ロ郎の名前がある。屋敷内部に、剣道場を有し、多くの弟子がいた。豪の家として、幕末には、鉄砲、刀、 刺し股などの武具があった。健次郎は慶応四年の上野の将棋隊の戦いの折には、綾瀬に敗走してきた近藤勇や肘方歳三に会いに行ったと伝聞として伝わっている。関石教養の豊かな人でもあり、漢書表林などの本を手元に置き書画を愛好した。開應の頃には、谷文長の弟子の船津文猿が登竜し、林パ様式の負住まえを残している。 日比谷家伝来のひが人形、ココンビナは東京国立博物館にて2018年2月27日より3月18日まで展示される。これは日比谷健次郎が安政7年に長女、真の初節句のためにあつらえたものである。くしくも、いい退郎が江戸城での節句のために途上中に桜田門外で襲撃された、その節句である。当時、 商品として売られていたひな人形には大きさに政権があったが、それよりかなり大きな特注品である。作者は不明ではあるが、当時流通していたひな人形とは別の風格を有する。江戸製であること、一人の作者による大型の人形意識が伝えられていること、箱書きに安政7年春3月とあり、制作年代がわかること、 誰のためにあつらえられたものかわかることから、美術的評価とともに、歴史学や文化史の上からも貴重な資料と評価することができる。日比谷健次郎は、儒教の精神にのっとり、地域社会への貢献をしている。新州牧村出身の牧野孝之は、海江元年に江戸に出て、漢学を治めた。安政三年に、 二号半領道庭の岡田中江門家に三年泊まり、その後、安政六年に、小江門神殿の健次郎宅に一年、さらに、一万延元年からは、花又村にある健次郎の父、佐吉の実家である、鈴木十兵家の世話で私塾を開き、二十五年にわたって五百人の、子弟に教育を行った。また、その娘、久島も優れた人で、漢学、洋学、数学、 裁縫など、牧野孝之が忙しい時は、変わって教えたという。明治18年8月27日に没した、牧野孝之の遺徳を忍ぶ石碑が、教え子たちにより、同年11月27日に、花畑の未成寺に建てられている。専文は、日部屋健次郎による。明治13年6月に、日部屋健次郎の岐阜。 加藤緑系と娘の日比谷明の二名は、戸ヶ崎の私に加強することを県に提案し、死費を投じて、これを行った。春光時に、加藤家と加藤緑系の次男、佐藤関心が、養子に入っている対岸の佐藤家とにちなんで、藤橋と名付けられた。河川改修に伴いこと川の打甲部は埋め立てられ、直線化された中川となり藤橋は廃された。現在は、 塩止め橋にその機能が映っている。三里市では橋の完成によって大きな恩恵を受けるわけでもない東京府下南足立氷小江門神殿の日比谷明がこの橋の建設にどのような関わりを持ったのか不明であると指摘している。当時の名主たちのノブレソーブリージュと言えよう。明治10年10月19日に日本で最初の和独自書、 は、独体薬事輪が出版された。ルドルフ・レーマンを、肯帝者とし、弊者は、サイ突をツオ、ナバ大吉、国司平六の三名である。かつ回収が罰を寄せている。後に、東京女皇子の学長となる、中村正直による序文には、日比谷健次郎と、加藤緑系が、一切の費用を負担したとある。この辞書については、鈴木及び橋本による解説がある。 安政6年に来日したアメリカ長老協会の宣教師ジェームス・カーティス・ヘボンが慶応3年に出版し、明治5年に増補出版された和英語臨終生を忠実にドイツ語に訳した書である。ヘボンの辞書編纂事業に連なる出版物である。読和辞書は比較的数があるもの、和読辞書は数が少ない。その中で最初に刊行されたことに、 大きな意味がある。洋書の輸入と出版を行とする丸善を起業した林雄敵の一族であるタメジの記憶によると、同社が刊行した最初の書籍は明治9年上司された開花先導民家用文とのことである。一方、同社の図書目録によれば明治12年が最初の出版とされている。したがって、この辞書は日本国内の印刷ではなく、 和英語臨修生などと同様に上海で印刷された可能性がある。勝海舟、中村正直林優はいずれも福沢や森を中心とする民六社のメンバーであった。同時に勝海舟は加藤緑系の次男佐藤関心と交流があった。このような関係から旧幕時代から外交に責任のある立場にあり、辞書の重要性を認識していた価値に抜群を、 依頼することは容易でもあったろう。日比谷健二郎と加藤緑慶が民独者の人脈に近いところで、改革期のアカデミズムを経済的に支援していたことが理解できる。日比谷健二郎は、安政5年の神奈川条約の締結後、横浜にやってきた、米国人選挙士で医師のヘボンや、女性選挙士のジュリア・クロスビー、ベントンなどと交際があった。 これらの人々がケンジロを訪問したと伝聞として残されている。ヘボンは日本語をローマ字で記すためのヘボン式ローマ字表記法を作ったこと、最初の和英辞書である和英語臨終生を作ったこと、聖書の日本語訳を初めて言ったことで知られている。クロスビーは現在の横浜共立学園の前身である共立女学校の設立に関わっている。宣教師、 ジェームス・クレーグ・バラの妻となったベントンは、横浜に、お茶城学校を設立している。日比谷健次郎は、合詞の文化を受け継ぐ幕末の豪能として、諸賀をめで、関石教養に基づく、文武両道の人であった。剣道の腕前は、北新一刀流の免許改伝であった。時代の先を読み、地域のみならず、明治維新の日本の発展と近代化のために、 民間の立場で貢献している。その背景となっているのは、相撲の思想であろう。しかし、江戸近郊にあるものとして、また、幕僚を淵知涼の行政の末端にあるものとして、時の流をよく見ていたはずである。安政2年10月の江戸直下型大地震を自身で体験している。江戸の市街の大半を焼き尽くして、多くの死傷者を出しただけでなく、 日比谷入江を埋め立てた土地に立つ大名屋敷の多くが倒壊したことや、江戸城の石垣が崩壊したのも、千葉道場に通う傍ら見ていたことになる。万円元年の大老、いい並びに、文久二年の老児は安藤と、相次ぐ幕閣に対するテロも起きた。大名たちが京都に呼び出されるということも、行政の末端として知り得た情報であろう。すなわち、幕府の権威の失墜である。 さらに、開国によりもたらされた恐怖とも言うべき感染症の流行も見ていた。その中にあって、日比谷健次郎には、士官すべきか講師として自活すべきかという選択を迫られた小衛門神殿開発の頃の先祖の記憶でも言うべきものが蘇ったのであろう。江戸に近いこともあって、冷静に時代の流れを見ていたことになる。国を支えて、 国を頼らずという福沢諭吉にも近い哲学があり、明治の開花期の日本が求めるものとしての和読体薬事林の出版を金銭面から全面的に支援したものと理解される。なお、明治、大正期に富士坊や金坊の設立に関わった日比谷平左衛門は文化初年に足立を出て江戸に移った登園である。ありがとうございます。